アメリカ議会で F-35A 戦闘機エンジン採用問題がついに終止符が打たれ、 F-135EEP エンジンの採用が決定との情報をキャッチしました。今回は F-35 戦闘機ブロック4へのエンジン採用問題がついに決着を詳しく見ていきます。エンジンでも8割で使用していくことで耐久性が伸びていきますよね。これってどんな機械でも同じですよ。 F-35 戦闘機のエンジンともなるとかなり高性能なエンジンだと理解できます。フルスロットルではそんな人間が持たないですよね。アメリカのロッキード・マーチン社の主導で開発が行われ、日本を含む西側諸国、その中でも本国アメリカの同盟国や友好国が唯一取得することが可能な、いわゆる第5世代戦闘機となっていた F-35 ライトニング2の機関部をめぐる問題によ違約結論が出た。これは F-35 ライトニング2の今後の機関部をどのような形式で供給するのかという問題ではありつつも、本国であるアメリカのみに適用するために議論されていた問題であり、日本を含む他の同期の導入国は行方を見守っていたものだ。2024年3月19日にアメリカ議会はこれまで懸案となっていたこの F-35 ライトニング2の機関部について、今後どのような対応を行うのかについて、現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP を最終的に選んだ。 F-35 ライトニング2は最新型のブロック4へとアップデートを行い、その能力を飛躍的に向上させるにあたって、現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンでは大幅に増加する発電量と、それを可能とする冷却の面への対処が不可欠と指摘されていた。この点への対策として F-35 ライトニング2の機関部には、現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP とアメリカ空軍が次期戦闘機 NGAD 用に開発を進めているプラット&ホイットニー社、もしくはゼネラルエレクトリック社の AETP エンジンのいずれかを選択する必要に迫られた状況にあった。今回のアメリカの下院次議会の判断によって、この問題は現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP を採用する方向を決めたこととなり、長らく続いたこの問題にひとまずの区切りがついたということができる。この顛末は現行の F-35 ライトニング2の機関部の今後を、次期戦闘機 NGAD 用の技術を用いた AETP エンジンではなく、既存の改良版である F-135EEP を採用することで堅実な安全策を採用した結果ともとれ、一部に安堵の声も漏れ聞こえている。しかし視点をアメリカ空軍の次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスを中心に考えれば、その前段階としての実績の蓄積にはつながらなかったとも思え、なかなかに難しい決断であったであろうことは想像に難くない。アメリカ空軍における次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは、現時点では投入時期の詳細は不明ながら、2040年代のいずれかに実戦配備が割れると見されており、搭載予定の AETP エンジンはその重要な構成要素の一つとなっている。それは次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスが現行の F-35 ライトニング2を含む戦闘機よりもはるかに長大な航続距離を必要とし、広大なアジア太平洋地域で中国軍と対峙するための必須要件とされているためでもある。従来のアメリカ軍の戦闘機が空中給油機を使用しながらカバーする作戦行動範囲を、次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスではできる限り単体で活動可能な領域とすることが求められている状態である。圧倒的な航空戦力の投射によって、これまでも敵国に対して制空権や航空優勢を握り続けており、軍事作戦の前提にその能力を保持することを必須としているアメリカ軍にとって、次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスにはより強くその能力が求められている。これは今やアメリカにとって最大の仮想敵国である中国が空母キラーとも評される中距離ミサイル戦力を充実させており、これまでのように
アメリカの空母機動部隊が容易に中国の沿岸部に接近することが困難になっていることへの対応策でもある。そうした状況を考慮した場合、日本としてもアメリカ軍の次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスが広大な行動半径を獲得することは望ましい展開だと感じられるが、 F-35 ライトニング2についてはそれはお預けとなったと言っていいのかもしれない。またアメリカ空軍の次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスにおいては、そのコンセプトは従来の F-35 ライトニング2を含む戦闘機らのようにアップデートで性能を高め、運用年数を稼ぐ形にはならないとも言われている。これまでのように、ベースの機体に様々なアップデートを施すことで戦闘能力を向上させるという手法そのものを、アメリカ軍の次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは追求しないとめされているのだ。これは、そうしたあり方は、年数を経過するごとに、戦闘機の維持にかかる経費が増加することが避けられず、であれば、従来よりも、もっと短いサイクル、一説には、8年単位で、全くの新型機への代替を行うことで、性能とコストの両立を破棄とするというコンセプトである。果たして、今の時代に、こうした戦闘機に対する発想の転換が、有効に、作用するのか否かは、何とも判断がつきづらいと、個人的には感じられてしまうのだが、少なくとも、今後は、40年も50年も、ベースの機体をアップデートする行為は非効率だとアメリカ軍は考えているようだ。さて、F-35 ライトニング2の機関部の件に話を戻せば、同機については、企画・設計元のロッキード・マーチン社をはじめ、運用を担当するアメリカ軍、機関部を製造・納入するラッド&ホイットニー社、軍民統制の元予算を決める議会の思惑が入り乱れた格好だった。F-35 ライトニング2の企画・設計元のロッキード・マーチン社は、機関部が現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP であれ、プラット&ホイットニー社及びゼネラル・エレクトリック社が新たに開発した AETP エンジンであれ、対応は可能という見解を示していた。ついで、現行の F-135 エンジンを F-35 ライトニング2に対して、一社で独占供給を行っているプラット&ホイットニー社は、その地位を守るために、同エンジンの改良版である F-135EEP の採用を強く希望しており、その継続を最大の目標に掲げていた。これとは、逆に、ゼネラル・エレクトリック社は、新たに開発した AETP エンジンを、今後の F-35 ライトニング2への採用を勝ち取ることによって、プラット&ホイットニー社による一社独占体制の牙城を崩し、シェアを確保することを目的としていた。しかし、実際に F-35 ライトニング2を保有、運用するアメリカ軍としては、現在のように、プラット&ホイットニー社一社が、同機のエンジンを独占供給することは、競争の観点から問題があると考える勢力も多く、プラット&ホイットニー社及びゼネラル・エレクトリック社の2社体制による AETP エンジンの採用を推していたとも思える。最終的に予算の確定を行うアメリカ議会は、費用対効果に優れ、現実的に供給や運用に支障の出ない形でのエンジン選定を行う義務があり、その意味で今回は、現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP の採用が行われたと考えるべきなのだろう。しかし、これまでには、アメリカ議会は、同国空軍と同様に、公正な競争の観点から、プラット&ホイットニー社及びゼネラル・エレクトリック社の2社体制を推す勢力が大勢を占めていると伝えられてきた経緯もあり、今回の顛末は、少し意外な気もしないでもない。ただし、アメリカ空軍の次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスについては、プラット&ホイットニー社及びゼネラル・エレクトリック社に加え、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社の5社が、試作の開発先に選定されている。F-35 ライトニング2の開発を推進している JPO ジョントプログラムオフィスは、これまでアメリカ議会の公聴会において、
同期が必要とする冷却能力は、かなり、早期に、プラット&ホイットニー社製の F135 エンジンで可能なそれを超えていたと認めていた。冒頭でも述べた通り、日本を含む西側諸国の多くが、唯一、調達可能な、いわゆる第5世代戦闘機として、F35 ライトニングには、高い評価を獲得、セールス実績も記録してきたが、その機体が、かなり、早期に問題を抱えていたことは、不安を抱かせるには十分な事態だった。今後は、現行のプラット&ホイットニー社製の F135 エンジンの改良版である F135EEP とすることが正式に決まったことを受けて、日本をはじめとする、採用国に不安を与えないアップデートが行われることを切に希望してやまない。